皆さんは、君が代、ちゃんと歌えることができますか？日本人なら、誰でも知っていて当然であると言えますが、意外と知らない人の方が多いのではないでしょうか？残念なことに、その意味すら、わからないばかりか、歌えないという人も多いかと思います。今回は、歌詞の意味についてお話ししましょう。君が代は、千年も八千年も、さざれ石が、大きな岩となって、それにさらに苔が生えるほどまで、長く長くずっと続きますように、という願いが込められた和歌です。君が代は、完璧に成長した男女が時代を超えて、千代にや千代に、生まれ変わってもなお、愛し尊敬し合う世が、千年、八千年、続きますように、さざれ石の岩をとなりて、結束し協力し合い、団結して小さな石が、一つの岩をとなる。苔の蒸すまで、苔は濡れたものと、硬いものが、しっかり結びついたところに生え、子孫繁栄を意味します。男女が一つになり、一緒に汗を流し、涙を流し、お互いにしっかり協力し合い、長い年月をかけて育む。という詩になるようです。つまり、歌詞本来が指す意味は、あなたのいる世界が幸せとともに、ずっと続きますように、あなたの大切な家族や友人たちの幸せが、未来永劫、失われませんように。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。